湯広仁は、中華民国の政治家、ジャーナリスト。国民政府における財政部門の要人として知られ、台湾では行政委員長も務めた。1915年、上海民生中学を卒業し、上海聖ヨハネ大学に進学した。在学中に広報、ヨハネ聖総編集を務めている。1919年に同大学を卒業後、助教となり、さらに中学部で教鞭を取った。間もなく、大陸版法の英文記者となっている。1927年、湯広仁は外交部長、陳と毛人の英文秘書として起用される。しかし、間もなく辞職して、上海に戻り、上海市政府で英文秘書となった。この時、宣伝課課長も兼ね、市政週刊の主編を務めている。後に、上海市政府の財政局局長代理、秘書長代理を歴任し、1932年4月、正式に秘書長に任ぜられた。1936年、上海市長代理となり、翌1937年7月、正式に市長に昇進している。間もなく、第二次上海事変が勃発し、湯広仁は、上海市長として当事者となり、日本との交渉も行った。上海から撤退した後は、中央信託局常務理事、駐香港便利外交事務となる。1941年6月、財政部政務次長に任ぜられ、8月には、外記管理委員会常務委員も兼任した。1944年11月、財政部部長に昇進し、さらに中央銀行経済研究所所長も兼任している。翌1945年5月、中国国民党第6期中央執行委員に選出され、7月には中央銀行総裁も兼任した。戦争終結後の同年12月、ソ連との間での東北3省における財政問題につき、湯広仁が全権代表を務めた。翌年3月、国際通貨基金と国際復興開発銀行の理事を務めている。同年6月、国民政府最高経済委員会委員となった。1948年5月、財政部長を辞任し、中央銀行総裁選任となる。間もなく平成改革として、禁煙権発行などに取り組んだが、結局は失敗に終わった。同年8月には、経済管制委員会上海区忠指導員も務めている。翌年1月、総裁から罷免され、中央銀行理事会常務理事に転じた。国共内戦末期に湯広仁は台湾へ逃れた。1950年8月、国民党中央改造委員会財務委員会主任委員に任ぜられる。1952年10月、国民党第7期中央委員に選出され、中央財務委員会主任委員となった。1953年4月、台湾省政府主席に任命され、さらに経済安定委員会を主管した。翌1954年6月、行政委員長に昇進している。1957年10月、国民党第8期中央常務委員に選出された。1958年7月に行政委員長を退いた後も、中央銀行総裁や交通銀行、農民銀行の董事長を兼任し、引き続き金融政策に従事した。1960年6月1日、台北市にて病没。享年63。ありがとうございます。